つくば市のテナントです。クロス工事、建具工事が進み、今日は外構工事です。入り口付近を決められた形にアスファルトを削っていきます。その他、玄関にタイルを張る用のスロープを作ってます。このアーチ状にコンクリートを切る予定です。中ではクロスも張っています。大詰めに入ってきました。